にちは。こんにちは。久しぶりの作品のご紹介です。これあれや、トゥ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 さんの作品が出来上がりました。まあ今は亡き、生きてるけどさ。亡きってちょっと失礼。そうね、言う時の最後の作品かな。まあトゥのアーカイブをアップデートしました、はい、トゥがね。そうで、その時のプトン、当時のプトンはボタンがなかったんですよね、はい、で襟もちょっとそのボタンをつけることによってアシンメトリーな感じにしてます。ポケットもあるし、形自体は一緒なの。去年のプトンの S と、ね、うん、それの襟周りが進化したよっていうバージョンです。かわいいわ。はい、かわいい。裏地あり？裏地があります。あ、裏地ありや。サラサラしてるからね、着やすいですよ。あったかい？あったかい。軽い。え？何よりも軽い。軽い、軽いのにあったかい。うちのウールのね、生地をね、ほんと一番上品にシュッとすっきりと見せてくれてると思います。サバッと羽織れて、うん、サッと起きやすい、このタイプはすごくおすすめとなっております。だってコートが一点物とか聞いたことなくない？ないな。今回のこのコーディネートはね、ここのラインとパンツの色を合わせてみています。あ、そうなん。いいでしょ。今初めて気づいた。弾めないだけ。確かに。同じ生地でトップスとボトムス作ってる場合もあるので、うんうん、その場合も超レアな上下セットアップをぜひ選んでいただきたい。はい、私ちょっとそれが。ちなみにインナーに着てんのもうちのニット？こちらのニットです。新作です。これまだ販売してないよね。でもなんか。まだ内緒。いや、なんか新しいんやけど、すごくスタンダードな感じもするよな。そうなの。やっぱね、みんな今結構躍起になってるのは、うん、ずっと着れるものを作りたいって言ってて、うん、100年や。そう、うん、だから作品も一つ一つもすごいみんなよく考えてて、うん、長く着てもらえるためにはどう削っていくか、でも他と違う、うん、着心地がいい、そういうところみんな頑張ってます。はい。なのでこのプトン、プトン S、トゥ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 、じゃあねー。ぜひ見てみてください。はい、じゃあねー。トゥ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 、じゃあねー。